はい、皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、8月30日、なんと私のマイハッピーバースデーです。私の動画あまり見たことない人とかによくびっくりされることがあるんですが、私実は、25歳になりました。いや本当に皆さんからね、お祝いのメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。で、今日は25歳になったということなので、画像を出しながら生い立ちの方をね、ちょっとね、語らせていただきたいなと思っております。ちょっとね、衝撃的なお画像などもたくさんあるかと思われますんですが、まあ楽しんで見ていただければ嬉しいでございます。じゃあやっていきましょう。まず私、生まれたのが1994年8月30日、大阪府松原市で生まれました。ひまわりさんにそっくりです。生まれた時、ひまと同じ顔だったんですよね。うちの母がびっくりするぐらいそっくりだったみたいで、その当時は母も父も仕事で忙しくて、私は、おばあちゃん家の松原市でね、育ちました。祖父祖母と一緒に暮らしてたんですけど、3歳ぐらいまではおばあちゃんにね、いろいろね、いろんなとこ連れてってもらったりとか、してました。で、まあおばあちゃんね、もう今はね、まあ天国にいてしまってるんですけど、すっごいね、私のこと愛情を持って面倒を見てくれてました。はい、だんだん成長していきまして、体と顔でかい割にめっちゃちっちゃいっていうねなんかね、可愛らしい服ね、いっぱい着させてもらってたみたいですね。赤色の靴でアクセントつけてるのかな。これね、ちょっとおばあちゃんとの写真なんですけど、ぐったりしてますね。もうプール入った後で疲れ切ってる感じです。ヌードだな、私のヌードなので、ちょっとスタンプ貼らせていただきます。で、おばあちゃんめっちゃサングラス、これメガネ、色メガネおっきい。おばあちゃんゴージャスだったんです。マニキュアも塗ってね。私もこういうおばあちゃんになりたいなと思ってます。そう、おばあちゃんの服着るのが好きで、で、よくコーディネートとかね、してました。こんな感じですこれインスタにも載っけてるんですけど、パールのピアスにパールのネックレスで、大きめのカーディガンで、大きめのカーディガンなんで、ちょっとワンピース風にして、インナーはね、イエローを入れてちょっとアクセントをつけてるという感じです。ベリーショートですね。あ、この頃ね、私可愛かったんですよ。まだ2歳ぐらい。そう、この頃はね、もうお姫様のように扱われてまして、えらいわがままに育ちました。で、ブク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 パンパンなんて、もうすごいわこれ。もうシースルーの服着てますからね、この頃。もうこん時はもうおしゃれするのが好きで、いつもなんかカチューシャとかつけてたね。これちょうど4歳とかかな。で、小学生に上がる頃は大阪府の枚方市に引っ越しました。枚方に引っ越してきて、ほとんど枚方で育ったみたいな感じですかね。こちらね、大きくなれって1年1組小学校の時のね、作文でできたんで、ちょっとこれ読みたいと思います。私はプールに6月に入って遊ぶ、違う、私はプールに6月に入ってブルブルしていたけど慣れてきました。プールのシャワーが冷たくてちょっと寒かったです。6月に入るのが寒かったよなんでこっからタメ口やね。でも楽しくてたまらなかったです。プールに入るときは冷たかったです。でも最初が、でも最初から潜れて嬉しかったです。プールで潜るとき片手を離すのが難しかったよ。プールのとき見学をしたからちょっとプールのとき見学をしたからちょっと悔しかったです。でも次は入れて嬉しかった。プーって面白いんだね。違うわ、プーって面白いんだね。プールの最後のときは優しいシャワーだったんだね。プールって楽しくてたまらないんだね。プールって面白いんだね。うまっ中学上がって、で、まあ高校生となりました。で、卒業してね、都内まで出てきて、都内で主人と出会って結婚して今に至るんですけど、
もう25歳かって思いますね。7年目になりますね。もう大阪を出てそんなに経ちますね。人生はこれからね、もっともっと歩んでいくんですが、楽しんでね、年取っていきたいと思います。20代後半になりましたが、バリバリ YouTube もやっていくので、皆さんよろしくお願いします。たくさんのね、メッセージ、それからコメントもね、本当にありがとうございました。で、ここでご報告なんですけど、 Twitter とインスタには伝えてます。新しく Instagram を開設しまして、アカウントを開設しまして、それがこちら、素の私というアカウントです。今の時代ってもうインスタ映えとか、もう映えばっかりじゃないですか。で、私たちの世代とか、その上の方の世代ってもう映えるために写真なんか撮らないんですよ。まあ、もちろんね、思い出もありつつ映えもあるんですけどね、今は。でも、どうしてもなんか映え映え映えになってて、私のインスタも映え映え映えばかりになってるんで、自分のその素の姿を見てほしいと、加工もしてない素の姿をなんか見てもらいたいなっていうふうに思って、普段の私の写真を投稿しています。なのでぜひですね、こちらの方をフォローしてください。多分ね、普通のインスタグラムより更新するかもしれへんけど、メインのより更新すると思うんですけど、映えないインスタ目指していきます。ということで、今回は私の生い立ちを語る自己満の動画と、インスタグラムの新しいアカウント開設したということのご報告でした。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。25歳をやるみー。